最後のセッションになります。ここからは個別の論文の紹介が4件続きますけれども、まず、高木さんから、ご覧の論文について発表をいただきます。よろしくお願いします。はい、それでは、オンラインラーニングレートアダプテーションウィズハイパーグラデントディセントという、論文について、紹介したいと思います。まずはじめ私の簡単に自己紹介しますね。高木司と申します。今はキヤノンで働いてて、主に画像系で画像認識とか、物体検出とかを結構メインでやっていて、あと製品開発よりでは Windows のデスクトップアプリとかも作ったりしています。自己紹介を簡単にして、ここから論文内容を簡単に入って、まずイントロから入っていきたいと思います。主にディープラーニングにおいて非常に重要な最適化のアルゴリズムとして、グラディエントディセントというのが非常に数多く提案されているような状況で、その中で非常に重要なハイパーパラメーターとして学習率、ラーニングレートですね、それをどうやって選択するかというのは非常に重要なテーマになっています。で、当然良い性能を発揮するためには当然チューニングが必須という状態 で、 なんでしょう、昔から言われているような方法だとランダムサーチ試すとか、代表的な一般的な ML でもグリッドサーチとか、そういったものがハイパーパラメーターサーチの方法として挙げられます。でそれに対して近年このグラディエントディセントの派生系といいますか、それを担っているアルゴリズムとしては、アダグラッドや RMS プロップ、アダムといった、かなり非常に有名だと思うんですけど、そういったもので学習のイテレーションが進むについて、そのラーニングレート自体を自動的に調節するような仕組みを取り入れたような手法というのはやっぱり提案されてきている状況なんですが、やっぱり依然としてそういった手法でもハイパーパラメータをいろいろ調整して、このハイパーパラメータだったら良かった、悪かったというやっぱりいろいろと探索的に試さないといけないというような、そのチューニングの問題はどうしても絡んでいるという状況になります。でそれに対してやっぱハイパーパラメータ自体も、それ自体もチューニングすればいいんじゃないかといった、そういった手法自体も提案されてきてはいるんですけど、やっぱり複雑性であったり適応いろんなもので使えるかというところだったり、安定性を発揮できるかといった課題があって、実際のところはあんまり広く採用されてはいないでしょうということが述べられています。でそれに対して今回の論文で出てきたもので、ハイパーグラディエントディセントというものを使ってラーニングレートを自動的に調節しようというんですけど、そもそもこのハイパーグラディエントディセント、ここから HD って略してるんですけど、そもそもこれって何っていう話なんですが、まずそもそもハイパーグラディエントっていうのはICML でフローリンさんという方が発表されている論文の中で、ハイパーグラディエントという言葉はハイパーパラメーターについて微分するっていう、ハイパーパラメーターなのかっていう話なんですけど、それで微分するという意味合いを表現するために使っています。でこの論文で言っているハイパーグラディエントディセントっていうのは、グラディエントディセントのラーニングレート、つまりはハイパーパラメーターなんですけど、それ自体にグラディエントディセントを適用するっていう、つまりハイパーパラメーターであるにもかかわらず、それ自体にを学習可能なパラメーターとしてグラディエントディセントを適用しようというもので、これをハイパーグラディエントディセント HD というふうにこの論文では名付けています。ちなみにこの手法、実は論文中で書かれているんですが、このアルメディアさんという方が実際はもうちょうど20年前に同様のこのラーニングレートをそのグラディエントセントで更新するといった話を実はすでに提案しているらしいんですが、当時はあまり注目を集めなかったという残念な話が書かれていました。これは結構最近やっぱりディープラーニングの発展とかでこういったSGE とかそういう派生系がいろいろ出てきて、改めて注目を集めるようになったからっていうのが多分大きなところかなということが述べられています。で具体的にじゃこのハイパーグラディエントディセントをどうやって求めるのっていう話なんですけど、割とこれ式はシンプルな形で出てくるので、簡単に式の流れを追って簡単に話していきます。まず通常のグラディエントディセントっていう話からまず持っていきますが、一般的に最適化問題の考え方として、ある目的関数 F っていうのがあって、それに対するパラメータ C、パラメータ C の集合があって、それと、ラーニングレート、学習率 α と で T 回目の反復では前回の θ-T-1 と、から、α ラーニングレートと、あと θ-T-1 に対する勾配を計算して、でそれで現次のパラメータ θ-T を計算するっていう非常に一般よく見る式なんですが、これがまずベースになっています。ハイパーグラディセントではどうするかということなんですけど、まず α 自体が更新可能なパラメーターだと考えて、 α を決まった値 α ではなくて αt と、つまり反復に応じて変わる値と考えて何らかの式で更新します。でその更新した αt を用いて、
θt を更新を行うという流れを考えます。で、グラディエントディセントっていうアルゴリズムのやり方は皆さんご存知の通りで目的関数 f を、パラメータで微分するっていうのが当然定番なので同じ発想を実は α にも用いて目的関数 f を普通に α で変微分します。で実はこれ結果オレンジの部分見れば分かるんですが実はかなりシンプルな形になってパラメータ θt に対する勾配と一つ前の θt-1 に対する勾配の内積にマイナスをかけただけという非常にシンプルな形になります。ただこの式そのまま見ると αt の今計算を先にしようとしているにもかかわらず θt の勾配を計算するというふうになってしまったのでこれだと先に αt を求めたいはずなのにそれに θt の勾配を計算するという矛盾というより先にやりたいことよりも θt 先に求めないといけないというふうになってしまったのでこのままでは残念ながら使えないと言っています。なのでちょっとだけここの条件を甘くして、著者らの仮定ではアルファの最適値というものは別に t アルファ t の瞬間にこだわらなくても一つ前の t-1 のやつってもあの最適値ってあんまり変わらないだろうというところを言っています。でそれを考えてアルファ t に対する更新式のところのアルファ t に対する微分じゃなくてアルファ t-1 に対する微分つまり一つ前の反復での更新式を利用すればいいんじゃないかというところを言っています。なのでさっきの t で求めたあの部分の t を全部 t-1 に変えてみるとさっきの、ナブライフシータのシータ t-1 っていうのともう一個はシータ t-2 っていう形になってこれを、アルファ t の更新式に用いるという発想です。で下の式見るとオレンジの部分見れば分かるんですが通常のグラディエントディセントと全く同じような形になっていてアルファ t の式は、一つ前のアルファ t-1 からあるなんかの学習率ここではベータって書いてますがそれとシータ t すみません一つ前のt-1 における α の変微分のつまり勾配を計算して単純に αt を更新すればいいよねっていう考え方です。でここで、ベータっていうものはこれはハイパーグラディエントの学習率って言ってますがこれつまりまたハイパーパラメーターなんですよ。でちょっとそれについてはこの後述べていきますがまず改めてさっきの式を書き直しもう一回書いてみると αt という式はグラディエントディセントで更新したしさっきのやつを代入しただけですがそこでベータというハイパーパラメータが出てきています。で、シータ t の更新式の方はもうアルファ t 自体はグラディエントディセントによって学習できると言っているので下の方の式はハイパーパラメータを含んでない式になっています。で、ここでこの式だけ見るとアルファ t を結局更新するために必要な計算やメモリのところを見ると実際は勾配一つ前シータ t-2 の勾配を覚えておくという部分とでアルファ t の更新のために内積を計算するというその2つを通常のグラディエントディセントに比べて追加するだけで学習率 α が更新できるようになりましたということを言っています。ただこれ見る αt の式を見ると分かるんですが α が更新できるようになった場合に別のハイパーパラメータ β というのが出てきていてもともとハイパーパラメータ α1 つだったのにその α が学習可能になったからといって別のハイパーパラメータ1個増えたらハイパーパラメータの数変わってないんじゃないのっていう当たり前の疑問が出てくるんですけどこれについてはちょっと実験でなぜこういう発想で出てきたのかっていうのをちょっと見ていきます。で、その前にまずこのαt の更新式これ汎用的に使えるのかっていうジェネラルケースっていうのも実際論文中にはあるんですがここではちょっと簡単にアルゴリズムの中で実際どこが変わっているのかっていうのを簡単に見ていきたいと思います。赤い枠で囲ってるところなんですけどちょっと計算単位が結構細かくなっているので分かりにくいんですけど結構実際は単純で先に下を見せた方がいいですね。左側が見ますかね。左側の SGD のまず式の中を見ていくとまず GT というところにパラメータの勾配を計算していてでその後 UT というものを計算しているんですけどこの UT というのはアップデートのという意味合いで使ってて θt を更新するときのその更新量の部分の計算を ut で中に全部収めてしまっています。で最後 θt を更新するところは、まあ、単純に前回のパラメータ θt-1 とで今回の更新量の ut を足してという式になっていて、まあ、つなげてみるとよくしている sgd の式になっていると思います。でそれに対してこのハイパーグライドディセント hd を入れた場合何が変わるかというところなんですけどこのまず赤枠で上で囲っているところ HT というところを見てほしいんですけど HT のところは GT と
UTMySH の Oα で変微分した式の内積を計算しているという、さっき回した式の部分で、一つ前の、勾配を覚えておくというところで、そこが α の変微分やつを覚えておいて、でそれと GT との内積をまず取って HT というのを計算して、でそれにその用いて αT をまず更新します。で実はこれだ、αT を更新するのに必要なことって、これとさっき言った一つ前の記憶しておくっていう部分ですね、一つ前の勾配を記憶しておくっていう部分が下の部分で、UT っていう更新量の部分の α で変微分したもの、これを記憶しておくっていうステップが入っています。なので先ほどお話したように内積の計算と1個前の勾配を覚えておくっていうそのステップが追加されているだけで、実はこれあとステルフが入っている場合と、あとアダムもこの後出てくるんですけど、実は全く同じようなやり方になっていて、更新量 UT を計算してしまえば、その部分の UT を α でやっぱり変微分したものを覚えておく、でその後それを αT の更新の内積に用いるという、これは SGN って書いてますけど、それの場合とアダムでも同じですね。アダムの場合だと UT がちょっと計算にいくつかハイパーパラメータ含んでるんですけど、それでもやっぱ α 自体で変微分すると普通に α がただ消えるだけみたいな形になっていて、統一的に αT を更新することができます。でここからは実験なんですけど、あまり時間ないので結構図がたくさん情報が載ってて2つだけお話しします。まず1つ目なんですけど、まずそもそもこのハイパーグレードリセント HD 入れてどういう振る舞いするのかっていうところなんですけど、非常に情報が多くて、この図ちょっとここでうまく説明するのは難しいので、ちょっと右側の簡単に概略でお話しますが、実験的にはここに載ってるのはロジスティック回帰と、あと単純な MLP マルチレイヤーのニューラルネットワークで MNIST をやらせるっていうタスクをやってるんですけど、その時のハイパーパラメータの部分、アルファ、今まで通常の SGD とかで使うアルファの部分のパラメータは10のマイナス1乗から10のマイナス6乗まで振って、でハイパーグラディエントの方の学習率のベータはこっちは10のマイナス4乗しか試してないと言ってるんですけど、これでHD の場合はアルファのこの値は全部初期値、つまり更新の時はもう自動的に α を更新されるんで、α0 をその場合指定しているとして、HD 使ってない普通の場合は、α のラーニングレートで固定してというふうに実験しています。で、結果として見ると、実は HD 使うと、この α の初期値をこの10のマイナス1乗から10のマイナス6乗どれ試しても、この HD 使ってない場合で、この適切な α を選んだ場合の学習の性能に普通に迫るようなロスを普通に達成できたということが述べられています。つまりこれ、α のチューニングにあまり特に気を使ってなくても、十分にチューニングされた α を使った HD なしの場合と、同様の性能を発揮できることじゃないかということを示唆している結果が得られたと述べています。で、もう一つ実験としては、アルゴリズム間で性能どうなのかって HD ありとなしで本当になんか良くな、そもそも良くなるのか悪くなるのかっていうのをもうちょっと見ようということで、こっちの方はハイパーパラメータの方は基本的には全部一緒にしてて、アルファは 0.001 で試しています。でベータについてはアダムはかなりベータは小さめになっています。で実際に学習こっちのタスクも微妙に違ってて、ロジスティックと MLP の方は MNIST をやってて、最後サイファー10の方は VGG で学習させて、ちょっと大きなモデルでやっているんですけど、でそれでやってみたところ、まず学習ロスが下がる速さっていう点で見ても、HD 使っていれば HD なしよりもどれも HDI の方が学習の速度がかなり上がっているよという、これ実践が全部HD ありで、破線が HD 使ってない場合なんですけど、左下の2つの行が全部トレインロスとバリデーションロスになってて、かなり最初の段階でグッドロスが下がって結構安定しているというような感じになっている傾向だったり、あとは他はかなり早い段階からロスが下がり始めているという傾向が見られると思います。でこれ面白い結果なんですけど、ロスがHD なしでその最初固定している場合よりも普通に自動的に調節した方が普通にアダムとかはそうなんですけど、普通にランニングロスが結構下がっているという
に H なしより良くなっているというのは性能を発揮しているということが述べられていました。で、他にこの HDI の特徴としては SGD とか SGD ビジネス努力とかの場合だと学習率 α はこれは左上とかですね、左上の図とかで分かるんですけど、最初に一気に学習率がラーニングレートがグッと上がって、でその後ちょっとイテレーション進んだら一気にもう学習率が下がって、あとはもうすごいゼロに近いような値でほとんど変わらないような状態になるっていうような、そういう傾向があって、でそれ最初のもうラーニングレート上がった段階で一気にロスがいい感じに下がって、あとはもう微調整に入っているような感じで、結構よくラーニングレートのスケジューリングとかするときによくやるような、なんか最初は高くしてあとは低くするみたいな、そういう一つの結果が自動的に得られているというようなことを示唆しています。はい、簡単にまとめです。この論文ではまずグラディエントディセントのアルゴリズム自体、あ、すみません、学習率にグラディエントディセントを適用するというハイパーグラディエントディセントというのを提案しています。でこれによってもともとグラディエントディセントに使われていた学習率のチューニング手間を十分に減らすことができるだろうということを述べられています。でベータについてはこれ今回発表している実験でベータ値を振ってどれぐらい変わるかっていうのを見てるんですけど、基本的にベータ結構小さくしてれば結果は安定していて、ベータ小さくすれば十分チューニングしなくて済むということと、かつ元の HD 使ってない場合でも普通にそれよりベースの手法よりも普通にロスが下がるという、結構ベース手法よりも性能上がってるよということが報告されています。実際実用面ではメモリ効率とか計算効率が良いと言ってまして、先ほどお話したように一つ前の勾配を覚えておいて、で内積の計算をするだけでこれを今までのグラディエントディセントのアルゴリズムに組み込めるという点で、実際にこれ当然そういう何でしょう、実装面でもちょっとさっきのアルゴリズム見たら分かるように追加するのは結構簡単ですということも述べられてて、で下にこの URL に著者の実装も公開されているので結構すぐに試せると思います。ちなみに先ほどこれ見たら ICAR でのポスターもなぜか気づいたら追加されてたので、結構それを見ると概略つかむのはいいかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます。質問あれば一件受けたいと思いますが、いかがでしょうか。すいません、ありがとうございます。アルファのチューニングよりベータの方が、はい、ベータのチューニングの方が簡単であるというのは どっから言えてるんですか。ここでは残念ながら実は理論的な観点で良いか悪いかというのは実はまだ分からないということを言っていて、実験的な結果としてはベータに関しては実は調整しなくても基本的には大丈夫、レスセンシティブっていう表現してるんですが、なんか2次だから、2次の微小量だから2回微分 のパラメーターだからみたいな、よりセンシティブではないので、はい、とかそういう理解でいいんですかね。正直私もそこはうまくコメントできないです。もし確かになんかそういうイメージは私もなんか持ってはいるんですけど、理論的な観点で実際そうしたから絶対良くなるかっていうと結構わからないっていうのはあって、まだその点は実際フューチャーワークに上げてるような感じで、それは今後この著者らが何か出してくれるといいかなとは思います。はい、ありがとうございました。わかりました。では次の発表にしていきたいと思います。ありがとうございました。
では続いて、東大の畑谷さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。東大の畑谷です。コンプレッシングワードエンベディングスビアディープコンベンショナルコードラーニングについて発表します。はい、まず軽く自己紹介をしておくと、あと東大中山県と、理研の AIP に所属しています。私自身の研究分野は CV なんですけれども、コンピュータビジョンなんですけれど、最近中山県すごく NLP 勢力が強くて、こんな感じですね。で、今回紹介するのも、NLP 系の論文となります。で、実はこの裏の時間で中山県というか、研究家の説明会をしているので、もしも今日これに来るために来られなかったけど話を聞きたいみたいな人がいたら後で来てください。はい、では論文の概要に移っていきます。はい、この論文は、単語の埋め込みベクトル、ワードベクターっていうのは一般にはこう実数、フロート32とかのベクトルで扱われていますけれども、それを離散のコード、例えばまあ16ビットの、整数で扱うことで、正面ボリにしようという研究です。なのでさっきの、計算高速化みたいな話とかに近いんじゃないかと思います。で、ガンベルソフトマックスを使うことでこの離散化を実現しています。感情分析と機械翻訳のタスクで評価していて、特に翻訳では、最大 99% 圧縮しても同程度の、成績です。離散なので解釈もしやすいっていうのがポイントで、例えばワードツーベックのデモとかでよくキング引くマン、タスクマンイコールクイーンっていうタスクがありますけども、こう離散のベクトルだと何やってるか、まあ実際には分からないんですけど、こう連続だと分からないんですけど、離散になっていると、まあこういう形で、理解しやすいんじゃないかなと思います。これについても後で触れます。はい、それでは背景について語っていきます。単語埋め込みはすごいパラメーターが多いです。仮に500次元で20万単語すると、全体で1億のパラメータが必要です。感情分類のモデルのパラメータの 99% がこの単語埋め込みに使われていて、まあ、例えばさらに機械翻訳だと2つの言語について単語埋め込み保持しなくてはいけないので、GPU のメモリに乗らないとか、モバイルにデプロイできないという課題があるのではないかと思います。で、そこでこの単語埋め込みに関して性能を落とさずに圧縮したいという、欲求があるかと思います。はい、で、関連研究ですけれども、ニューラルネットワークは冗長で、まあ、圧縮可能っていうのは、まあ、昔80年代とかから知られていたことで、最近でも、まあ、先ほど紹介されたような刈り込みであったりとか圧縮化で蒸留などが行われています。で、単語埋め込みに関しても圧縮可能で、プロダクトクアンタイゼーションみたいな話であったりとか、文字レベルの言語モデルというのがあります。文字レベルの言語モデルっていうのは、まあ、日本語とか中国語とかそういう文字の多い言語だとあまり恩恵はないんですけども、英語とかですとかなり減らせるので、この恩恵は確かにあるかなと思います。で、ここで、まあ、この論文では仮説として、この冗長な単語埋め込みのベクトルが実は少数の抽象的な概念ベクトルの和として表せるのではないかということを挙げています。これ実はミコロフとかの2013年ぐらいの論文でも、例えばなんでしょうね、まあ、概念が複数のベクトル、単語のベクトルの和で表せるというふうに言ってるんですけど、それをこれはさらにそれを突き進めて、例えばドッグとドッグスっていうのは、単数形と複数形の違いですけど、動物とか犬とかそういう、概念のベクトルに、まあ、さらに単数形であるとか複数形であるとかそういう概念が加わったものみたいなことで考えています。で、この、まあ、概念ベクトルを何番目の概念ベクトルかみたいな感じで離散値を割り当てています。はい、で、各単語に例えば犬に対して3241
という離散のコードを割り当てます。でコードこの3241全体をコードと呼んでいて、それぞれ1個の数字をコンポーネントと呼んでいます。 M5、 はい。でこの各コンポーネントは1から K のいずれかなので、全体で M の形状項の要素を表現できるのではないかと思います。で、各コンポーネントに対応するベクトルを取ってきて、その和を単語ベクトルとして扱います。従来の埋め込みと比較しますと、埋め込みがボキャブラリーサイズと同じだけの単語ベクトルというかベクトルを用意しなくてはいけないのに対して、この構成的コード、この提案手法構成的コード化では M×K 項用意しておけばいいので、かなり、保持するベクトル数を減らせることがわかります。コードの学習方法はグローベとかワード2ベクなどのベクトルを圧縮することで、行います。ここに書いたように構成したベクトルと元のベクトルの距離、ここでは2乗誤差を取ってますけれども、コサイン類似度など適当なものを取っておいておりますによって、この差を、距離をどんどん小さくするように学習して、コードと、各離散値に対応する、概念ベクトルを保持しているコードブックというのを学習していきます。で学習は元の単語ベクトルを入れて、それを M 個に分けて、それぞれの要素に対してガメルソフトマックスをかけて離散化しています。さらにそれから対応するコードブックから要素を取ってきて足すことによって構成し、ベクトルを構成してやります。これタスクによってはグローベをそのまま使えば、グローベを圧縮してやればいいんですけれども、機械翻訳のようなタスクでは埋め込み層を一度学習してやって、その後このコード化をしてやって、さらにファインチューニングをする必要があります。はい、それでは評価を見ていきたいと思います。まず感情分類のタスクは IMDB を使っています。元の埋め込みベクトルはグローベを使っていて、コードを学習してそれから分類を学習します。成績なんですけどちょっと小さいですが、元の、ものがこのベースラインが一番上で 87.18% 出てるんですけれども、この、提案手法の2番目 16×32 のコーディングを使って、98% 圧縮して成績がほぼ変わらないということになっています。さらに多少圧縮を緩めると元のベースラインを超えてもいます。ちょっとここは何でかはよくわからないんですが、はい、機械翻訳のタスクでは IWSLT2014 のドイツ語から英語の翻訳と A スペックの英語から日本語の翻訳を行っています。ここでは先ほど申し上げたように、一度、翻訳タスクを圧縮せずに行って、そこで得られた単語ベクトルをファインチューンするという形で行っています。でそうすると、精度、あとベースラインが一番上で提案手法がこのこことここなんですけれども、精度を落とさずにドイツ語から英語では 94%、 英語から日本語では 99% 圧縮ができていることが分かります。質的な評価ですけれども、このコードは概念ベクトルのインデックスなので意味をある程度捉えていると考えられます。で例えば先ほどの例ですけれども、このマン、ウーマン、キング、クイーンとかを見ていくと、この210が男性を表していて232が女性を表しているんじゃないかということが、
感覚的にですけど分かるかと思います。でこれこの例だけじゃなくて、国と首都の関係とかでもあります。また、右側を見ていただく と、近い概念のものは近いとか、動詞などにもそういう関係が見られることが分かるかと思います。はい、以上です。まとめると、単語ベクトルを実数ベクトルではなくて離散のコードのベクトルという形で表現することで、小メモリにしました。でこの小メモリにするにあたって、離散化はガンベルソフトマックスを用いたエコートエンコーダーを使っています。感情分類と機械翻訳のタスクで 99% 圧縮しても同点の成績でした。離散なので解釈もしやすいという点があります。はい、以上です。ありがとうございました。質問ございますか？お話ありがとうございました。これ、元々のベースのエンベディングがグローブだけ で紹介されたんですけど、スキップグラムとかシーボーとかではやっていない。論文中では特にやっていないと思います。わかりました。あと、何を聞くのかとは、そのコードが、なんかそのコードの線形話みたいなもので、もともとの単語ベクトルが表現できるっていう、そのコードは、その決め打ちなんですか？コードは、すみません、分かりにくかったかもしれないんですけど、こちらで、このコードと対応する、なんていうんですかね、概念ベクトルの方を両方最適化しているので、はい、こちらも学習しています。分かりました。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。コンポーネントのタスクっていいですか？コンポーネントと、そうですね、コンポーネントの数は固定しています。で、はい。数は固定ですか？はい、コンポーネント、ここで言うと、K と M は決め打ちでやっています。それはどうやって決めるんですか？論文中では特に紹介されていないんですけれども、この M×K が512から1024になるようにしています。まあ、そうですね、この K に関しては2の、なんですかね、N 乗になるようにした方が、その全体のビットって数ではもったいなく、そうですね、効率的に表現できるので、まあ、2の N 乗の数にはなるかと思います。うん、どうもありがとうございました。2点お伺いしたいんですけども、はい、1つ目にちょっと、例で、先ほど最後とかに、なんですか、210と203。こちらですね。はい、ここに例えば万だと153、153って並んでるんですが、この153ってのはどういう解釈だといいですかね？特に述べられてないですけど、どうなんでしょうね。ここ、万と馬だと153、153になっていて、キングとクイーンだと180、039になっているので、そうです、まあ、分かりました、まあ、なんかそういうなんか意味があるんですね、はい、分かりました。あとですね、ちょっと別のこのなんかまあ何て言うんですか、論文とかで言われてたんですけども、抽象的なものとその具体的な関係みたいなのがあると思うんですけども、はい、そういった関係はなんか同じ線形ベクトルにならないみたいな、まあ、話があるみたいで、そういうことに関しては特に言われてない。そうですね、これあくまでもこの前提となる仮説として置かれていました。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。実際に翻訳で使うときには、コードから、定次元ベクトルへの、対応関係だから、関数の意義っていうのは使うのですか？それなくてコードだけを保存しておくっていうやつ。すみません、コードだけ保存っていうのはどういう、つまり、各単語に対応、コード、
インテージャーの値の組みがあるんですけど、あれだけを使って翻訳をするのか、それとも各インテージャーに対応する、E っていう関数も使うのか。そうですね、これ E は何というか、ここになるので、あ、はい、そこはそうです、ね、最低必要なその概念ベクトルとして保持していく必要があると思います。なんか各単語のインデックスと、はい、コードと、埋め込みベクトルを、持っているっていう。あ、そうですね、その、概念ベクトル、小数の概念ベクトルと、まあ、その単語に対応するコードを保持するということになります。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。先ほど枠が一つ余ってるって話があったと思うんですけども、発表する方が現れたので残り2件。その方はラストに登場されます。といってハードルを上げます。前回ニプス読み会に引き続き、三原さんに発表いただきます。よろしくお願いします。私は、金融のデータ分析の仕事をしてまして、なんで数理ファイナンスの人間なんで、あんまり機械学習についてなんかすごい詳しくはないんで、そこまで期待はしないでください。で今回選んだ論文は、元のタイトルはここに黄色い文字で書いてある通りですが、まあ、勝手に日本語訳しますと深層自己符号化機で次元削減して、それで混合ガウスモデルでフィッティングして、教師なし異常検知しましょうという話です。でタイトルの時点でもう大体の内容がもうバレてしまったんですが、続けます。概要ですが、多次元データから教師なしに異常検知するには、まず次元削減してから密度推定するのが上等手段です。まあ、詳しい方も多いと思いますが、生のデータの次元でそのまま密度推定してしまうと、まあ、密度がスカスカになってどの点も異常っぽくなってしまうので、まず次元削減をします。ただこの種の、異常検知手法では、まあ、欠点があると、この論文の著者は主張していて、まず次元削減と密度推定を別々に学習するので、まあ局所最適化に陥るのではないか、もうちょっと別の定次元表現の方が良かったのにっていうのが、次元削減の方に伝わらないので、そこが良くないんじゃないかという話とか、あとは実はすでにもう次元削減と密度推定を一緒に学習する方法もあるのがあるんですが、まあすでに提案されている手法では次元削減が線形だったりとか、そうでなくてもなんか密度推定のモデルが単純すぎたりとか、まあ、全体としての学習のフレームワークがなんかあんまりうまく機能してないと主張してます。あとこれらの手法の両方に言えること、上の2点に言えることですが、次元削減するときに、再構築時の誤差が考慮されてないというのも、指摘されていて、元の多次元のサンプルを1回低次元にエンコードしてからもう1回元の次元にデコードしてくるときに、まあ、うまく、再構築できるサンプルもあれば、まあ、うまく再構築できないサンプルもあるだろうということで、まあ、それも
うまく再構築できないっていうのが、低次元にエンコードした時に落ちてしまった情報ということで、それも異常検知にとって重要な情報なのではというのがあって、こういう問題点がありますねというのをが挙げられています。で、今回提案する手法は、深層自己不合化機で、柔軟な形で次元削減して、で、その次元削減した特徴だけじゃなくて、再構築エラーを特徴ベクトルにコンキャットして、それは新しい低次元の特徴として、その空間で混合ガウス分布として密度を推定して、密度を推定します。で、混合分布のパラメータの推定は普通 EM アルゴリズムとかでやると思うんですけど、それをやると次元削減の方と調和して学習できないんで、もうニューラルネットでどの山に所属するかだけを設定するという形で、もうそれだけで混合ガウス分布のフィッティングをしてしまいます。で、最後に重要なのが、その深層自己不合化機の学習と、その混合ガウス分布の推定のニューラルネットワークの学習を一度に、同時に行うというところが大事なところです。で、今回はこういう手法を提案しましたということです。で、これをディープオートインコーディングガウシャンミクスチャーモデル DAGMM と呼んでいます。で、さっき言ったことを絵にしただけなんですが、今回のモデルを絵に描くとこうなってまして、まず入力サンプルを入れたら、最初に深層自己不合化機が待ち受けていて、エンコーダー通ると低次元の表現になりますが、それだけを後ろの後ろに回すんじゃなくて、再構築したサンプルとのエラーもくっつけて、改めて低次元表現として、後ろの多層ネットワークに渡して、後ろの多層ネットワークは、混合分布のうちどの山に帰属するだろうかというのを、推定しますという形になっています。で、異常検知しようというときに、まず、手元に正常であることが期待されるデータが、たくさんガサッとあると思うんですけど、それをさっきのモデルに流すと、各サンプルがどの山に帰属するかというのが出てくるので、もうそれを使って、もうその割り当ては与えられたもので誘導が最大になる、各分布の混合比と平均ベクトルと共分散行列を公式のような形で得ます。もうこれが求める混合ガウス分布のパラメーターで、これで分布が1位に定まります。で、いざ分布が定まったので異常検知しましょうという段階では、あるサンプルに対する、低次元の表現が Z としたときに、この EZ という値を計算して、これが式1以上だったら、そこは密度が小さい、確率密度も対数のマイナス1倍をエネルギーと呼んでて、これが式1より高エネルギーなら異常みたいな判定をして、無事異常検知できるようになったということです。で、肝心の学習の目的関数なんですが、今回、学習しないといけないのが自己不合化機の部分と、あと後ろにある、密度推定用の多層ネットワークを学習しないといけないんですが、これは、7式のような目的関数を最小化するように一気に学習します。で、この7式の右側の、内訳ですが、第1項目はもう深層自己不合化機のもう目的関数そのもので、これは別に、好きな誤差を使えばいいんですが、L2 ノルムがいいでしょうと書いてあって、実際それを使ってると思います。で、最初に今回は低次元表現に再構築誤差をコンキャットすると言ったんですが、それはまた別に考えてよくて、実際これとは別に考えてるんですが、一緒じゃダメということじゃないんですよ。再構築エラーコンキャットする再構築エラーの方があんまり大きくならないような関数の方がよくて、後でほんのちょっとだけ振りますが、別に設定してあります。
で目的関数の第2項は先ほどのスライドで出したエネルギーでエネルギーです。なんでパラメータの誘導をを大きくしようということで、まあ、マイナス1倍なので小さくし、小さくします。はい。で第3項はこれは生息化項でして、ここでは何を意味しているのかというと、各分布の共分散行列の対角成分の逆性の和をここに置いています。まあ、その心は、今回密度を推定するのに、なんか混合分布の各分布がそれぞれ尖った分布になってしまって、なんか特徴空間の中で密度が局所局所にしか存在しないみたいな感じになってしまうとそれは困るので、今回異常検知のための密度を推定するのに、まあ、全体が滑らかにどんな風に分布しているかを知りたかったはずなので、ちょっとあまり局所局所の分布にならないように、まあご覧のような式の生息化項を入れておきます。であとラムダ1とラムダ2は重みパラメータなんですが、これはなんか数学的にどうじゃなくて、まあ、ラムダ1が 0.1 ラムダ2が 0.005 というのが、まあ、良いという実践的に良いということです。でなんかつまりこの第1項第2項第3項を1対 0.1 対 0.005するといいということなんですが、ラムダ1とラムダ2の比の方がセンシティブらしいんですが、前一番前のコートの比はそんなにセンシティブじゃないらしくて、ただやっぱり生息加工によってどれぐらい分布の広がりが抑えられるかっていうのと、第2項の方が誘導なんで、この2つの比がなんか結構大事みたいなんですが、ちょっとこれはどういう意味かというよりかは、まあ、この数字がいいと書いてありました。でここですごく簡単に先行手法について、話しますと、多次元データに対する異常検知の先行手法とか、まあ、3タイプに分類されると書いていて、なんかあんまり綺麗に3タイプになってない気がするんですが、まず1個目の分類は、異常なサンプルは低次元に圧縮しにくいだろうという考えのもとで次元削減の再構築誤差を見るタイプというのが実はすでにあって、ただこれはもっぱら再構築誤差によって、再構築誤差が大きいのは異常だろうとかそういう感じの手法が実は古くにあって、ただこの種の手法については、まあ、再構築誤差だけから見ているので、まあ、それはさすがに限界があるのではという指摘がされています。で2つ目は今回の手法がこの流れを組むようなもので、特徴空間に写像してそこで、まあ、分布を推定するというタイプで、まあ、ただ過去の手法では次元削減と密度推定が分離しているので良くないのではと言われています。で3つ目は特徴空間に写像して一定割合の外れ値を除いた正常データを囲むような境界面を求めるタイプで、ワンクラス SVM といって ご存知の方もいらっしゃるのかもしれないですが、そういう、まあ、境界面によって異常と正常を分離しましょうみたいな、そういう手法もあります。でまた必ずしも異常検知のためというわけではないんですが、次元削減と密度推定を一緒に考えましょうという研究は、過去になされてはいて、まあ、ただそれは次元削減が先行だったりとか、あとはなんか他の情報を使って、事前学習しておくというのが多かったみたいで、まあ、ただ過去にこういういろいろな方法があるので、今回提案した手法と異常検知の性能を比べてみましょうということです。すいません、ちょっと急ぎ、はい、はい、すいません、で検証データは、まあ、このような、まあ、ご覧のようなデータで、まあ、もしかしたらこれらのデータご存知という方もいらっしゃるかもしれませんが、この4種類のデータを使って異常検知性能を、検証します。
で比較対象の手法は、まあ、ちょっといっぱいあって、まず本当にステートオブジアートなモデルとの比較ということで上の4種類のモデルがあって、まあ、先ほど過去の3種類のアプローチと言っていたのの3つ目と1つ目と2つ目に相当するんですが、まあ、それらのステートオブジアートなモデルと加えて今回の DAGMM の各要素の検証のために少し DAGMM の亜種をたくさん用意して、まあ、それらと比較するということもやっています。まあ、これはあの例えば1個目だったら今回再構築エラーをフォンジャッとしたんですが、それってどれくらい効いてたのみたいなことに対する効果をこれとの差で見るとか、あとは今回一緒に学習した密度推定と次元削減を一緒に学習するんですけど、それって実は別々に学習しても変わらなかったんじゃないのみたいなものとの差は、PAGMM との差で確認するとか、 EM アルゴリズム使えばよかったんじゃないのというのいう反論はあのなんとか EM というのとの差で比較するというような具合です。で実験の条件ですが、まあ、あの各データセットを訓練用とテスト用に2等分して、訓練用の中から正常データのみを取り出して、それで、まあ、密度推定、まあ、密度推定によらないモデルもありますけど、モデルをまず訓練して、でその訓練済みのモデルをテストデータに適用して、で各データセットはあの、まあ、何パーセントが異常というのがあらかじめ分かっているので、テストデータの異常度の上位何パーセントが異常、その他が正常と判定されたというような一律の基準で、各モデルが異常なデータを検知したということにして、でそうすると、まあ、通常の分類問題に対する評価指標の、まあ、精度とか感度とか F 値が使えるので、それによって各モデルを比較します。はい、で、まあ、あの参考までにスライドの下半分に、まあ、DHMM の今回のコンフィギュレーションの一部を載せていますが、より詳しい話は論文本体にあります。あと今回比較した11モデルについても、あのちゃんとうまくいくようにハイパーパラメータをいろいろいじった上で、まあ、臨んだみたいで、それもアペンディックスに結構書いてあります。なんで今回4種類のデータセットに対して、まず、エンコーダで1次元1次元2次元1次元に落としてから、2次元の再構築エラーをコンキャットして、なんで3次元3次元4次元3次元の空間で、混合ガウスモデルをフィッティングしたんですが、まあ、その何個の山からできてるっていうのもちょっといろいろいじって4個2個2個2個とか決めたみたいです。はい、で結果ですが、今回すべてのデータセットで DAGMM の F 値が比較用の11モデルより良かったということです。無駄にグラフを書いたんですが、一番左の青いのが今回の提案手法の DAGMM で、右側の4つがあの過去のステートオブジアートと言っていたもの でその間にあるのは全部 DAGMM の亜種ですが、今回 F 値だけプロットしてますが、DAGMM が、まあ、全てのモデルにおいて異常検知の F 値が、他のモデルを上回っていたということです。であの DAGMM の1個隣にある DAGMMNVI というのも、大体 DAGMM と変わらないんですが、すいません、ちょっとこれ、説明を端折ってしまったんですが、今回混合分布のパラメータ推定をもう推定ネットワークで一気にやってしまったんですが、そうじゃなくてもうちょっと真面目にニューラルネットであのそういう混合分布のフィッティングをちゃんとやりましょうという方法もあったんですが、まあ、それを適用してもそんなに変わらなかったよということです。で実験をもう1種類やってまして、あの異常検知しようという時に正常データだと期待されるデータセットからまず分布を設定すると思うんですけど、異常データが混ざっているということがあるわけ で少し異常データが混ざっている時にどうだ、F 値、まあ、感度精度 F 値がどうだっただろうかという実験結果もあって、これ
これはステートジャートのモデルとの 1個目のデータセットに対する結果ですが、 DAGMM は異常データが多少混ざっていてもあまり精度が落ちないという結果でした。まあ、で参考なんですが、1個目の KDD カップというあの通信データが次元削減した空間でどんな風になっていたかという話なんですが、まあ、青が正常サンプルで赤が異常サンプルで、まあ、他のモデルよりもうまく分離できているように見えるというよりは、まあ、このスライドで言いたかったことは、このメカプテ右上が、深層自己符号書きを事前学習した上で臨んだ、モデルで、そういうモデルではもうなんか一回手順位表現が決まってしまったらもうあんまりそれを変えにくいからちょっと異常検知としての性能が劣ってしまうという主張があったんですが、実は結合学習するような下の過去の手法とか今回の手法の亜種とかもあんまり、右上の絵と変わらなくて、今回の手法みたいな結合学習じゃないとうまくいかないよねということをちょっと言いたかったみたいなんですが、ちょっと重いからじゃそこまでそんなに DAGMM 以外の3つが似てるかなっていうのはちょっと読み取りにくいかもしれませんが、まあ、そういう話もありました。 で結論ですが、まあ、1枚目のスライドと書いたことと同じですが、まあ、多次元データから異常検知するモデルとして、まあ、今回提案した手法が、まあ、深層自己符号書き と、に再構築エラーを根拠とした上で低次元の特徴を作って、それを混合ガウス分布でモデリングするというものでした。でベンチマークデータで先行手法より良い異常検知性能を得たということです。で発表は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと短めの質問なんですけど、今回結局そのロスだけ使った場合と、はい、ロスをコンキャットしない場合と、はい、ロスと、低次元特徴を全部使った場合との3つの比較みたいなことって論文の中にありましたか？ロスを使っていない場合っていうのが実は なかったです、はい、ただ学習の時にロスを使わなかった場合と、あ、そうですね、一応あるのはありました。すいません。3つというの、すいません。ロスを使わない場合と何でしたっけ？ロスだけ使う場合と、ロスを使わない場合と、今回の提案書のことで比較がありました。それは一応全部含まれていて、ロスを使わない場合と、すいません。ちょっとすぐ正確に言ったられないんですが、含まれていると思います。はい、で全部使った場合が、結構顕著に良かったみたいな、ちょっとそこら辺が知りたかったんですけど、ありがとうございます。すいません。では次の発表に移りたいと思います。ありがとうございました。で大鳥の発表をしていただけるのは、東大の荒川さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと右上やらせてもらいます。実は、3ヶ月ぐらい前にちょうど ICLR で読んだのがあったので空いてるところでやらせてもらいました。だいぶ忘れてたのでいい復習になりました。自己紹介します。荒川陸と言います。今東大の、工学部の給水工学のところに4年生で、BFA でアルバイトをしています。で、本日のスライド等は、この DIKI 0611っていうので SNS やってるんですけど、これにスライドシェアとかつけてもらえると多分上がってるのがあるので、そちら見ていただけると分かりやすいかもしれません。で、興味は結構人とロボットのインタラクションという興味があって、
どうやって人がロボットとうまく共生していくかとか、そこに感情とか言語というのが必要なのかなというのに興味があって、今回の本のテーマもそれに被っているので、選んで読んでみました。でこんな感じで、まず最初に言語創発っていうタイトルの論文なんですけど、その、多分馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないので周辺の話をして、いきたいと思います。言語創発というのは、大雑把な定義は、コミュニケーションにおける、プロトコルを作ることというふうに、言われています。でコミュニケーションっていろんな種類があって、ヒューマンとヒューマンの場合やヒューマンとエージェントの場合やで、多くの場合機械学習の分野とエージェントとエージェントのコミュニケーションというのを考えています。でほとんどの、エンペリカルな、ものだと、教科学習のタスクとして解かれていることが多いです。これは何でかっていうと、コミュニケーションというのが生物学の定義には、僕の考えなんですけど、生物学の定義だとある動物の個体の身振りや音声などが動詞のや意思の他の個体の行動に影響を与えて、かつそれらの信号を送った側、センダー側の個体に有利になる場合をコミュニケーションというふうに定義していて、このある種有利になるっていうのが報酬として、捉えられる教科学者のタスクに合ってるんじゃないかなというふうに考えています。で、結構2017年の ICLR のワークショップなどでもマルチエージェントでのゲームで言語創発といった文脈の研究はありました。でいくつか先行研究なんですけど、これはヒューマンとヒューマンの個人的なコミュニケーションの実験で、どういうのかっていうと、よく、色のついたシェイプ、これ四角なんですけど、変な動きをすると。でそれを、まずこの上に書いてあるようなよくわからない言語、見たことない言語が入ってあって、これをいくつか見て、まず一人の人がパターンをつかめていくと。でテストデータとして受けられていたものに対してそのトレインで学んだことを使って自分でその動きを見て名前を付けてもらうと。でその名前を付けたものが次の人に渡って、今度その人がそこでトレインのテストをまた分けてやってみたいなのを繰り返していくと、なんとなく例えばこの気変耳みたいなものが先頭の方が、形を表して、後の後ろの方が動きを表すといったようなストラクチャーが言語の中に現れてくると言っているのが、このヒューマンとヒューマンの実験でした。で、今回の読んだ論文の、ファーストオーサーの人が去年の ICLR を通したオーラル通したのがあって、これはエージェントとエージェントのコミュニケーションで、2つのエージェントが、2枚の画像を見ますと、でどっちかが、センダーとレシーバーっていうのが分かれていて、センダーはどっちの画像が正解かっていうのを知っている。で、センダーの方がコンボリューションなどをして何らかしらの信号をレシーバーに送る。レシーバーはどっちがセンダーが見ている画像かっていうのを、当てるといった実験をしていました。ちょっと時間があれなのかと言っちゃいます。で、他にも、そうですね。これはマルチエージェントの教科学習などで創発される言語っていうのは、実はヒューマンが解釈できるようなものじゃないだとか、コンポジショナリティがないんじゃないかっていうふうな、指摘があって、コンポジショナリティっていうのは後で説明するんですけど、を生むためにいろんな制約やら実験環境を作らなきゃいけないってことを、指摘している論文もありました。で、今回読んだのが、トワレットマルチエージェントの実験環境でコミュニケーションプロトコルを作ると。で、それがコンポジショナルであることを確かめたというのが1個と、2点目として、シンボリックな 入力を区別するのではなくて、直接この右の方にあるある種画像を区別するような、ロー画像を区別するようなコミュニケーションができたというのが、この論文の、要旨です。で、オープンレビューなどを見てもなんですかね、アルゴリズム的に面白いことをしているってわけではなくて、結構うまくサマライズしたとか、出てきた結果に対して言語学的な、アナリシス、この、コンポジショナリティとかをディスカッションしたっていうのが評価されていました。なので結構お話みたいな雰囲気、今日はでこの紹介をしたいと思います。はい、で実験の状況としては、2つのスピーカーとリスナーっていうのがいて、N 個の
ラージエヌコのよく、概念があると。この後キャットとかソファーとかカーっていうのがあって、これらが、これらのうち1個だけが正解というふうに分かっていて、それをスピーカーは見ている。でスピーカーはそれをエンコードして、エンコードしたメッセージというのをリスナー側に渡す。リスナー側はその正解が混ざったのと、ディストラクター、他のダミー選択肢みたいなのがあって、それが K-1からなる全部で K 個の選択肢の中から、スピーカーが見ているものを当てるというふうなゲームになります。で、スピーカーは正解のものしか見えてなくて、他の候補選択肢が何かあったら見えてないところを注意しておきます。で、許可役者の提示としてはこういう形で、まずスピーカーは、あ、このこれ白丸、左上の方に白丸、白丸、黒丸、黒丸、白丸って配列があるんですけど、それが前のページでいうこういうカーとかソファーとかキャットっていうのを、属性ごとにその属性を持ってるかのようなある種バイナリーの形で表していて、そのバイナリーが、バイナリーの配列がこのエンコーダーに入るというふうにイメージです。で、エンコーダーはそれをエンコードして、もしくはデコードをしてメッセージを作ります。これエンコードデコードモデルを使っているのは、この U というのを、潜在表示取りたくて、これは後の方で別のタスクに使っています。で、リスナー側は、出てきた選択肢を全部バーって見て、選択肢をそれぞれまた別のリスナー側に特有のエンコーダーでそれぞれエンコードをします。でかつスピーカー側から渡ってきたメッセージ M というメッセージをまた、一つの Z にエンコードして、この Z と、他の選択肢をすべてエンコードしたラジュのそれぞれの要素との、リブスサンプリングをして、アクションを決めていくというふうなものになります。で、許可学習の報酬はこの右下に書いてあるもの、この1行だけしか書いてなかったんですけど、この RT' っていうのが、予想が今度選択肢5個あるんですけど、5個あるうちの4番っていって、それが当たったかどうかっていうのが RT' で表されていて、当たったらそれがプラス1、当たってなかったら0が入ります。で、括弧内の方は、この M メッセージ M をエンコードする確率と、それから Z とを受けて、T' を予測する確率の、まあ、ログを取ったものになっています。でこれを再、報酬として受けて最大化していこうというタスクになっています。で、方策工具はレインフォースを使って、解いています。はい。で、使っているセットはビサというやつになっていまして、どういうのかっていうと、これは、ある概念と概念に対応する属性のデータが詰まったものになっていて、例えばクマだったら Eats, Walks, Climbs, Swims, Runs みたいな、食べる、歩く、登る、泳ぐ、走るみたいな、こういう属性がバーってついていて、他にもサイズ、大きいとか背が高いとかいうのがあって、こういうのが、詰まったデータセットになっていて、全部で463のコンセプト概念があって、属性の集合は大きさは573で、大体1つの概念あたり11個の属性を持つようなデータセットになっています。で、この、コンセプトっていうのが、573次元のバイナリー、属性を持ってたら1が立つみたいなバイナリーで表されています。で、トレーニングの結果がこれで、トレーニングについての結果なんですけど、この表の見方は、左のマックスレンクスっていうカラムは、メッセージ M の長さになっていて、アルファベットサイズっていうのは出てきたメッセージの、種類、メッセージのいわゆる1文字1文字みたいなイメージですね。で、レキシコンサイズっていうのが全部で出てきた、語彙、単語、メッセージの種類の大きさ、種類の数になっていて、例えば、一番上の、行の話ですと、マックスレングスが2、
で、アルファベットサイズが10なので、想定されるメッセージの最大の種類っていうのは10の20通りで100種類あるんですけど、今回レキシコンサイズは31しかないと。で、31個のレキシコンサイズ、31個の語彙で、全体でも概念が463あるので、31の言葉で単語で463の概念を表していると。これは、アンビギュイティというふうに言語学的に分析をしていて、例えば僕らこれは、アンビギュイティっていうのは言語学の中では、次のように言われていて、効率的なコミュニケーションシステムっていうのは常にコンテクストから分かっていることを説明しないと。例えば同音異義語みたいなのもそうなんですけど、なんだろう、でこういう場合、なんだろうな、例えばするっていう単語があって、僕が、これするって言ったら、多分今はプレゼンテーションするとかそういう風になるんですけど、博打のとかでするって言ったら、それはお金をなく、なんていう、失ってしまうことだったりとかするので、こういったコンテクストから分かるような、情報を省いても、効率化から来る情報が補完して同音でも、コミュニケーションを成立するというのがこのアンビギュイティという意味です。で、アンビギュイティが高いんですけど、今回のトレーニングの中では 92% を達成していると。これは、まあ、局所解に陥っているというふうに分析をしていました。で、逆に、メッセージのレングスを伸ばしたとき、5とか10とかにしてみたときは、レキシコンサイズっていうのがまた飛躍的に増えていて、ほとんど1つのレキシコンで1個の、概念を表すぐらいに近づいていっているというふうに結果になっていました。で、続いて、今は選択肢の作り方がランダムに選択肢を作っていたんですが、実際に指示とかして、エージェントのコミュニケーションで見抜いてほしい状況って、例えばこういうメメスココのこういうグラフ図があって、これで何だろう、像を指示するメッセージを送って像を当ててほしいみたいな状況がリアリスティックだろうというふうに、論理展開していて、つまり、選択肢の作り方としてメニューにあるような、シマウマ、バイク、海のような作り方ではなくて、シマウマ、像、土みたいな、そういう地面みたいな作り方をした方がより現実的に助かるんじゃないかということで、それを表したのがこの4本線があって、2組2組に分かれてるんですけど、この下側に最初バーって局所的に陥って後が脱出しているこの紫と赤の線がそのリアリスティックなシチュエーションな、結果になっていて、これは、著者らが実際に中のどういうメッセージが伝わってるかっていうのを見て解釈したところ、似たような、トピックとして似たような候補の中からランダムに抽出するような、方策を覚えてしまって、そういう局所解に最初の方が陥っているというのが、この2本の線になっています。で、ちょっとこれ残念なのが、著者らはこのすごい M を見て分析したって言ってるんですけど、M の表とかどこでもなかった、メッセージの表とかでもなかったので、実際どういうメッセージが行われて伝わっていたのかっていうのは分からずじまいって感じでした。で、続いて著者らは同じメッセージ M を元にして、同じメッセージ M で表されるオブジェクト間の関係について調べていて、例えばランダムに選択肢を作って実験した場合だと、同じメッセージで表される物体っていうのは同じような物体、例えば、まあ、動物はライオンとなんかヒョウみたいな、そういう、感じであると言っていて、逆にノンユニフォーム、このリアリスティックなシチュエーション選択肢を作り込んだ場合だと、これっていうのはこの一緒によく現れるようなペア、ゾウとシマウマみたいにコンテキストの中としてよく、同時に出るようなペアが間違えられているというふうに、結果があったそうです。で、ちょっと時間が、はい、
飛ばし気味で、実際に、ロー画像の方でも、同じようなことをやっていて、これ若干メッセージがあったのでこれ面白いんですけど、メッセージの、先頭が3でプレフィックスサフィックスを注目していて、これで、タスクとしては、無助のこの画像があって、物体がいろんな 色と形と場所が決められた物体があって、それぞれどの画像を見てるかっていうのを、一方のエージェントを伝えて一方のエージェントが当てるっていうタスクになっていて、で学習の結果得られたメッセージっていうのが、面白くて、プレフィックスとサフィックメッセージのプレフィックスサフィックスがそれぞれ、位置情報を表すように学習されていると。でプレフィックスが3だと物体が全体に左の方に配置されていて、プレフィックスが5だと中央ら辺に配置されていると。でサフィックスが0だと下の方に配置されていて、30だと上の方に配置されているっていうのが、学習結果として得られたなと言っていました。でちょっとここら辺飛ばしちゃって申し訳ないんですけど、そうですね、じゃあ最後ね、その書き足なんですけど、このスピーカーの方でエンコードして得られた U を元にして、あるクラシフィケーションタスクを行ったんですけど、どういうのかっていうと、この、ロー画像の方のタスクで、エンコーダースピーカーの方のエンコーディコードを学習させて、でエンコードして得られた U を元にして、オブジェクトの場所や形や色や、あとまあ地面の色も違ったんですけど、それらを分類するタスクっていうのを解かせました。つまりエンコードした U をインプットにして、これらの属性がちゃんと見分けられるかってことをやったところ、ABC っていうのはちょっと実験状況が違うので、後でスライドとかを見ていただければと思うんですけど、結構のハイアキュラシーで色だったりポジションだったりを見分けていることが分かって、でこのようにある状況を伝えるときに、ある状況を離散的な信号で伝えるときに、離線アングルメント、属線に分けてそれぞれを、伝えるような特徴を渡すというのが一個の鍵なんじゃないかなというふうに、分析されていました。まとめとしましては、教科学習における言語操作というのは、ある可能で、それはアンビギュイティだとか、さっき言った曖昧性だとか、最後にお話しましたディセンタングルメントっていう観点から見ると、どういうようなセッティングやどういうような評価をすればいいかっていうのが考えられます。で、下に行くのは僕の思った感想なんですけど、離散的じゃなくて連続的な、信号のやり取りっていうのもコミュニケーションにあるはずなので、そういうのはどういうふうに表せるんだろうとか、エージェントの間で創発された言語っていうのがどの程度人間にとって解釈の必要性があるべきなのかなどは、考えたいなというふうに思いました。ちょっと駆け足でちょっと申しちゃったんですけど、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。でも最後ですけど、質問ある方いらっしゃいますか。はい、ではこれでおしまいにしたいと思います。もう一度お越しで終わりたいと思います。ではこれで、ICLR 読み会おしまいです。で次回は、先ほどアナウンスありましたけど、ICML の読み会を、DNA さんの方で、7月下旬ぐらいにやる予定です。まだ日程決まってないですけど、また決まったら、Twitter とかで流れると思うので、ぜひまたいらしていただければと思います。ありがとうございました。